現地メディアの報道によると21日正午上海モーターショーでファーウェイブースの巨大なシャンデリアが落下したため電気が止められてパビリオンの修復工事に入りましたファーウェイ関係者によると現場には怪我人がいなくファーウェイのブースも現在正常に戻ったといいますネットユーザーが投稿した動画によると上海モーターショーのファーウェイブースの上から巨大な円形のシャンデリアが落下し 空に浮いていいててる様子が映っています17日夜、中国の大手自動車メーカー、北京汽車製造商有限会社はいわゆるファーウェイ自動車 αS を発表しました。車本体はファーウェイが設計・製造したものではなく、インテリジェントコックピットには自立走行を実現する最初の技術と言われている広網 OS システムを搭載しています。 技術が大事なのか、それとも乗り物が大事なのか、ドライバーレスシステムが優位か、それとも安全で、しっかりした車が優位かと疑問視するネットユーザーがいます。